はい、今日もあなたと百姓天国、本日8月13日、やっぱりハウスの中だと止まっちゃいますね。ただね、今日これ路地もね、今日は本当に暑いです。39度ぐらい行ってみる可能性ありますね。はい、トマトを取ったのでナスピーマン取りましょう。溶けてきたから、まだ午前中はね凍ってますから。うん、はい、よこらさい。よいしょ。よいしょ。さあ、ピーマン取りますか。あ、暑さでカメラが止まっちゃいますね、やっぱりね。暑さに強いアクションカメラってどういうのがあるんですかね。ちょっと調べないといけないんですけど、 GoPro よりかは多分こっちの方がね、今使ってるやつの方が暑さに強かったりすると思うんだけどね。どうなんですか、防水よりもあれだよね暑さに強いってことの方がね、大事なような気がしますけどね、夏場特にね。わかんないけどよいしょ。いいね。まだね、花咲いてますからね、ポツポツできてくると、ピーマンは大丈夫だよね。しばらくは秋まで取れると思うんだけど。ピーマンは風通しをするためになんか静止するとかね、収量を上げるためにそういうことをしてもいいかもと思いますけど、私ぐらいのこの何て言うんですかね、このまあ週2回の出荷であれば一切そういうことはする必要はありませんね。何度も言いますけど、特にましてや家庭菜園の人でね、自分たちが食べるのに静止なんかする必要は一切ありませんからね。植えてほったらかしでいいんですよ。はい僕なんか売り物にしていても何もしないのにね。はい。ピーマンできるでしょ、皆さん。何もしなくてやって。ね。一回自分で作ってみれば分かるんですよ。今年はまだね、台風が来てないのでね、今東北がなんかすごく台風がえらい目に遭ってますね。本当にね、土砂降りというかね、ご自愛ください。本当にね、まあ本当に何なんですかね。向こう側から撮った方がいいな。よいしょ。なんでそんなこっち、普通ほら台風って西日本からこうやって北上していくじゃない。それがいきなり東北を直撃してるっていう、この意味もわからないよね。まあ我々のその常識を超えたところにあるよね、もう最近のこの天候というのはね。どうしたもんかって気がするけど。痛みも多いね。
僕はね、まあ見た目バッと見てね、痛みが あるかもだぐらいであれば出すようにしてます。でそれでね、お客様ですから、消費者の方なのでね、そこだけ取り除いていただければ食べられるわけだから、そんなにね僕は神経質にならなくてもいい。そうじゃないとね、こういう今みたいな、ああいう明らかにね外側が傷んでいるものは出荷しませんけど、ある程度ね、例えば見て痛みがなければ切って中が傷んでたらごめんなさいということでね、ご了承くださいというふうにさせてもらってます。じゃないと無理だもんね。他に量がいっぱいあるんだったらいいんですよね。でもね、今の時期であればもうないので、そうすると入れざるを得ないんですよね。そうするとさね、そういう形にならざるを得ないんですよ。でそれでね、毎回送られてくるためにね、こういうのはもちろん入れませんよ。毎回送られてくるキャベツが切ったら中が傷んでるとね、でもね、それがちょっと取り除いてもらえれば食べられるということであれば、もうそれでお願いしたいというのが僕の立場ですね。じゃないとね、無理じゃん。そうでしょ、30年やってきて、だからきっちりね、完璧に仕上げるっていうことをやっていれば12品目は揃いませんね、結論から言うとね。はい、なので特に1年そうじゃないから、この時期は厳しいっていうのがあるので、その時だけね、もしかしたら痛みがちょっと入るかもしれないけど、そこだけちょっと取り除いてもらえればいいわけで、全部が食べられないわけじゃないでしょ。果樹だってそうでしょうね。なのでね、なんとかご理解いただいてというふうに僕は考えてますね。そうじゃないと設定野菜なんか成立するわけないもんっていうふうにしていかないと、どんどんね自分が厳しくなっていっちゃうんですよね。生産者がたださそんなにね儲かるわけでもないので、やっぱりあまりにもねこの消費者側に合わせてしまうと厳しくなっちゃうんですよ。なのでね、もうご理解くださいとしか言いようがないんですよね。だからそれで嫌だったらもうちょっとお付き合い難しいですねっていうことになっちゃうんですね。はい、僕はだからそういう形でやってきてるので、これはねこう言うとすごく失礼な、消費者の方々にね失礼な話になるとは分かりきってるんですけど、野菜を一生懸命作るんですよ。こうやって暑い中で命かけて作ってるじゃないですか。でそのことと同時に、いかにその理解あるお客さんとつながっていくかね。だから言葉は非常に悪いですけど、お客様を選ばないと難しいですね。っていう意識を、もちろんそんな失礼なことはしませんが、実際はね。だけれどもそういう意識でいると、縁があるお客様とやっていきたいんですよね、この商売を。なのでね、毎回毎回クレームをしてするお客様とは多分難しいと思いますね。でお客様も分かるんですよ。あ、これはもう行ってもしょうがないなって。その上でお客様がご自分で判断していただければ、この野菜を取っていくのかいかないのかっていうところがもうご自分で決めていただくと。だからそういう形でやめていく人もおらっしゃるわけですね。別にしょうがないですね、それは本当に、これはお客様が決めることなので、こちら側はね注文を受けて、そしてお野菜を届けるだけなので。でもね、僕はこうやってね専業でやってこれたのは、ある意味そういうお客様と、いいお客様との出会いがあって、今はこうやってお付き合いさせてもらってるわけで、僕はある程度ね、そういう方は必ず日本全国いらっしゃると信じてやってきたし、実際いらっしゃるんですよ。そういう生産者を買い支えようというね、素晴らしい消費者の方々というのはいらっしゃるんですよ。なのでね、頑張ってやってきているわけです。僕が食べていけるのはそういうことですから。直売所出荷の農家になっていたら、僕は多分ねとっくの昔に廃業せざるを得ないんですよね。やっていけるわけないじゃないですか。ね、メロンだとかだったら分かりませんけどね、どれだけ頑張っても直売所に出しても上限はおそらく決まってると思うんですよね。月
月30万売るのだけでも大変でしょ、直売所で。ね、ましてや月100とかね、3桁に乗るって、乗せるって。茨城のあのあそこね、有名なところありますよね、名前出していいのか分かりませんけどね、あそこは皆さん3桁ですよね。だから当然皆さんあそこそこの直売所だけでね、4桁プレイヤーはたくさんいるんですけど、それはね結構まあ本当にこういったあれですけど、その指導力とかね、結束力はもうすごいもんがありますよね。素晴らしいと思いますよ、それはそれでね。僕はちょっとやりませんけど逆に変なの出しちゃうとね、みんな周りの方に迷惑かかるので、他の農家さんにね。だからそういう意味ではまあいい形の切磋琢磨があるんだとは思うんですけど、逆にそれを無農薬でやれって言われるとやっぱり難しいんだろうと思うんですよね、僕は。はい、よいしょ、ちょっとピーマンが小粒かな、ちょっと水が欲しそうだね。秋口にならないとちょっとまた復活には戻らないかな。追肥をする必要はないね、やっぱりね。水が欲しそうだね、水が欲しいと言ってるのが分かるんですね。実はついてるけど、やっぱちょっと小粒がね、ちょっとちっちゃいね、みんなね。実つきはいいけど、あー腰が痛い。さあまだまだね、これからが農繁期ですからね。8月はちょっとね、これから本格的に作付けが始まる9月10月の間にね、まだ倒れてないですけどね、月に1回はやっぱり倒れるということを想定してそろそろ倒れといた方がいいのかねナスの新しい葉っぱ出てきてるけど、やっぱり虫に食われてるねいやいや、よいしょよいしょ、こうやってね、8月ぐらいになると一回これでね、なあの夏野菜がね、もうワンサイクルを、一段落しましたので、これでね来年に向けて、2024年の夏作反省リストっていうのを作るんですよね。夏野菜をじゃあ来年はこういう作戦でいこうみたいにね、そういうふうにしてね、徐々にこう作戦を、作戦っていうと大げさですけど、アップデートしていくんですね。そちらが回ろうか。よいしょ、やっぱ雨が欲しいよね、ちょっとこのところ全然本当に一滴も降ってないよね。よいしょ、だいぶちょっと疲れは出てきてますね、ピーマンね。どの辺だっけ、この辺か、疲れちょりますな。スーパーで売ってるピーマンとかをね、僕がこうやって触って僕が感じるのは、ほとんどがまあいわゆる産地のハウス栽培だと思うんですけど、やっぱり肥料のどちらかというと、まあ化成肥料と、そして、水のやりすぎという感じがしますね。だからこう締まってる感じがあんまないんですよ、キュッてこうしてない。だからなんかこうちょっと味がねボケてるようなって言ったらね失礼かもしれませんけど、僕にはそう感じますね。はい、実の野菜っていうのはね、ある程度こうね、
なんていうんですか、厳しい条件で育ててあげるっていうのが大事で、かぼちゃとかもそうですけど、実の野菜っていうのはね、あちょっとなんか子孫を残すというね、まさに子を作るっていう 実そのものが、実の中に種があるわけじゃないですか。だからそういう意味ではね、あまり水もやらずね、子孫を残すという方向に持っていかなきゃいけないのでね。で、水やりゃいいのかってそういうことじゃないので、全然ね。だから家庭菜園の人は多分ね、水やりすぎの人が多いですね。はい、いろんなあのこうやって関東行ったりしてうろうろ行くじゃないですか。で、家庭菜園の人の畑ね、この時期見るんですよ。で、よく地面が濡れてるんですよね。はい、私なんかほら、乾水なんか一回もやってないですよバナナ、ピーマン、シシトピーマンね、でできてるじゃないですか。だから水をやる必要ってないんですよ。うん、マルチ張る時にね、しっかり水が入った状態でマルチ張ってあげれば、こうやって持つんですね。はい、わかります？